皆さんはじめまして、エンターテイナー鍋と言います。このダンデラインのスタジオでは、私エンターテイナー鍋が懐かしの名作や近年発売された話題のゲームをのんびり気ままにまったりと実況していきます。昔遊んでいて懐かしいと思う方、遊んだけど残念ながら攻略を諦めてしまったという方、ロールプレイングゲームは興味があるけど経験値をお金を貯めるのが面倒だという方、僕と一緒にいろんなゲームに挑戦してみませんか。今回実況パート1ということで、まずこのチャンネルの動画の注意点をご説明させていただきます。もうこのチャンネルの動画を見たことがあり、そんな説明は面倒くさいという方は画面に表示されている時間までスキップして本編をお楽しみください。1つ目、このチャンネルの実況動画は純粋にゲームの攻略を目指すことが目的です。一般人レベルの腕前ですので、スーパープレイには期待しないでください。2つ目、今は言葉遣いには全神経を注いでおりますが、ゲーム中の実況者は完全に素です。方言や訛りが出ることもあると思いますが、ありのままの自分であることを実況スタイルとしていこうと思ってますので、ご了承ください。3つ目、これを視聴されている段階ですでにご理解いただけているかと思いますが、ここではゲームの攻略を目指していきます。プレイする作品は発売からある程度日数が過ぎたものを選んでまいりますが、これから購入を考えている方や今まさにプレイされている方はネタバレが含まれることをご理解の上ご視聴ください。またゲームによっては暴力的なシーンやグロテスクな表現、青少年にはふさわしくない描写が含まれる可能性があります。動画のご視聴はくれぐれも自己責任でお願いします。それでは動画の注意点をご説明させていただいたところで、いよいよゲームの攻略を始めたいと思います。今回実況させていただくゲームはこちら。はい、それではテイルズ・オブ・ファンタジア実況プレイパート2やっていきたいと思います。前回撮影の後、少しこの近辺でモンスターと戦ってレベルを上げました。で、装備も、店で売られているこのレイピアとセルフ棒 L を装備しています。で、まあ、チェスターはね、見ての通り攻撃力が上がっていて、クリスに関してはなぜかちょっと月は強くなってるんですけど、霧が弱くなってますね。これはあの霧の攻撃力は、あの切る攻撃は威力が弱くなってるんですけど、ついたり刺したりする攻撃の威力が上がっています。で、新しくね、特技も覚えて、こちら魔人剣っていうのが、攻撃の霧の攻撃力に影響して威力が上がっていく技なので、まあぶっちゃけなんでそのわざわざ霧の威力を下げたのかっていうのなんですけど、まあ確かに霧は弱くなってるんですが、こっち命中がですね、20ついてるんですよ。で、このゲームの、まあこのゲームというかこのシリーズの命中率っていうのは、あの、ただ単にこう攻撃が当たるか当たらないかじゃなくって、安定したダメージを与えられるかどうかに関わってくるので、なるべく命中率はね、高い方が強いっていう風に俺は思っています。ではまあ早速ね、森に入りたいと思います。ちなみにチェスターも一応特技を覚えています。グレンですね。もう貴重な属性攻撃なので、まあここで出てくる獣たちは有効でしょう。というわけで南の森です。あ、イノシシだ。あ、逃げた。追いかけよう。というわけで、まあこの森を探索しながら、イノシシを追いかけて倒していく。いた、あそこだ。逃げた。逃がすもんか。待って、宝箱があるんじゃないか。お、そう。あ、動画では初の戦闘シーンだね。ね、昔のテイルズはこうだったんだよ。ただこれでね、十分面白いんだ。これで十分なんだ。はいはい。今でこそね、いろんなパターンで連携とか組めるんですけど、この時はまだ通常攻撃の後に特技を放つっていう連携が普通だったので、どっちかっていうと俺そっちの方が馴染み深いんですよね、最近のより。本気して
先生終わっちゃった。あの切って切って切って魔人剣みたいなこの連携がね。あれ見失ったか。間違いなくこの辺りにいるはずなんだけどな。俺近くを探してくるぜ。気をつけろよ。確かにこっちへ来たと思ったんだけど。いきなり？キヨ、怪我さないで。失礼な、誰がそんなことするか。つかもう折れたでしょ。え？今折れてなかった？あの木ぼっ切れてなかった？ねえ。こっちにはいなかったぞ。そっちはどうだ？クレス、どうした？いや。あ、いたぞ。出てきた、出てきた。ちょ、待て。でっかいの来た。まあ、これちっちゃいやつから。チェスター守った方がいいのかもしれないけど。あ、そうだ。で、クレスだけなんですけど、消費 TP って書かれてるところにパーセンテージがあると思うんです。現在 63%。あれが、この特技を使用した回数で1回につき 1% 上がっていきます。で、100% になると、この特技はマスターしたということで、まあ、新しい技を使うための、まあ、条件になっていくわけですね。大物だな。まあ、今なんか新しい技覚えたな。これだけ取れれば十分だろう。それじゃ村に戻ろうぜ。なんだ、あれは村の反射の音だ。何かあったのか。急ごう。よし、チェスターはレンジャーの称号を得ました。そうですか。お、なんかせかされてる。なんかすげえ曲にせかされてる。それでレンジャーにしよう。はい、というわけで飛燕連脚を覚えました。まあ、そうですね、新しい技を覚えたらバンバン使ってもいいんですけれど、この後にね、どんどん覚えていく強力な技を使うためには、その、いろんな特技をね、マスターしていかなければならないので、とりあえず習得率が 100% になるまではしばらく魔人剣をメインに使っていこうと思います。ちょっと戻ろう。移動が早い。もうね、上げるんだったらね、この辺でもう連発してればいいんですよ。飛燕連脚魔人剣。おっと、よいしょ。ああ、もうこの空飛ぶ敵はもう厄介だ。よいしょ。おお、お燃えてる。そんな家を見てくる。アミー、村がすでに息絶えている。なんてこった。わあ、小さな子供まで。父さん。クレス、母さんは無事か。父さん、何が起きたの。あ、母さん。母さん。母さん。おい、しっかり。クリス、逃げなさい。叔父の住む北の都ユークリッドに。あいつらはお前のペンダント。あいつらって誰、一体誰がこんなことを。父さんは私が人質に取られなければ。
わあ。チェスター。アミーちゃんまで？チェスター、ここは危険だ。ユークリッドの僕のおじのところへ行こう。アミーや村の人たちをこのままにして逃げるっていうのか。俺は嫌だ。行くんなら一人で行け。みんなを弔わないと。俺一人だけでも。村を襲った奴らが戻ってきたら殺されるかもしれないんだぞ。すまん、クリス。それでも俺は。チェスター先に行っててくれ。二人とも残るのは危険だ。俺は後から必ず行くから。必ずだぞ。ああ必ずだ。二人で必ず仇を討つぞ。ああ。いやいいお父さんとお母さんだったね。しかもこのね、あんな優しい妹さんまで。ちょっと狩りにかけてる間にこれだもんな。あいつらはお前のペンダント。父さんがくれたペンダントを狙う奴ら。ということは早くここから離れよう。そうすれば少なくともチェスターが狙われることはないはずだ。っていうことだよね。まあおそらくそのペンダントが狙われてるってことは次に狙われるのは多分このクレス。なんでまあとりあえずクレスが離れてしまえばチェスターに害はないだろうみたいな感じなんだけど、ちょっと待てよ待てよ。確かにどこだっけ。あたた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 た。この剣は父さんのでも僕のでもない。もしかしてここを襲った奴らの。ナイツサービルを手に入れました。わ、命中率は下がってしまうんですけれど攻撃力も高いし月も結構高いし属性もついてる。これはいい。よし。さてと、そうすればまたあれですね、すぐ出かけますか。いや、あの美味しい美味しい麻婆カレーが恋しいな。というわけで北の方に向かいます。普通にいいんだよね、普通に北の方に。うん、もっと一人だから気をつけないと。おー強い、剣が強い。ほいほい。あと何回だ魔人剣。あと27回。もう無意味に連発してすごい見栄えの悪い戦闘するかもしれませんが許してくださいね。いつか見事な連携組みますから。これは石像か。こんなところに石像なんてあったかな。持ち上げるのは無理か。押したり引いたりするくらいならできそうだな。石像などの中には押したり引いたりすることのできるものがあります。自分の正面に石像が来る位置で丸を押しながら移動してみましょう。というわけでこれを動かして進んでいくか。なんかあの空飛んでる敵に魔人剣を当たってんだってよ。魔人剣、剣連脚、はい魔人剣。全然コンボとも言えないコンボ。あ、で突っ込んでなかった。料理があるんですよね。まあ食材があれば料理を作って、でその追加の食材があればさらに効果をプラスしてっていう感じなんですけど、なんとねそもそも食材が高いんだ。お、これはいいぞ。魔人剣、魔人剣、魔人剣、待って待って。
19回魔神剣魔神剣飛燕連客魔神剣くっすげえつまんねえこの設定。はい、敵なくなった。あれ時々キャラクターが言うこと聞きません。まあ相当使ったでしょう。あと11回ずっと石像を寄せてきたけど、なんかあったっけこれ。後ろを取られた、後ろ取られた。ほいってほい、この剣強えな。てかあのモンスターが火属性に弱いのか。ヘビー強い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 。スペクタクルスで敵の弱点とかを見抜いて、でまあ収集要素としてまあ図鑑的なものが後々手に入るんで、それも集めたりしてもいいのかもしれないんですけど、まあ今回はその辺もあまりこだわらずにね進んでいきます。オレンジ組とライフボトル。あ、さっき途中に人いたな。進んでとかったかな。おー、囲まれた。はい、あと2回。くそ、無意味連打するとダメだな。飛び越えちゃう。よし、おっ、お金は結構貯まってると思うんだよな。これどっから入った。あ、違うルートから来たのか。どうしたんだ。旅には万全の準備が必要ですよ。何か買っていきませんか。あと、はい、いらない。あ、出た。魔神剣マスターさ、出るんじゃん。文字。じゃ、飛燕連客メインで。まあ、もう TP でいいけど。今の回避うまくない？あ、そうだ。とにかくユークリッドに行こう。オルソンおじさんなら、どうすればいいか教えてくれるかもしれない。母さんに言われた通り、ユークリッドに行ってオルソンおじさんに村のことを話そう。母さんに言われたと。はいはい。結構冷静ですね。当たんねえし。よし。進めるかな。まあいいや。まあいいや、とりあえず町に入ります。確かおじさんの家は北西の方だったな。よし、ちょっと待てよ。お、店ボンキャン似てねえかこれ。すみません、すみません。ごめんなさい、すごく暇だったから。暇だったからって。うわ、たっけ、たけえな。こんなに高いと思わなかった。こっちいらねえし、むしろ。あ、ナイツサーベル持ってきててよかった。じゃ防具だな。ちょっとでもいいから防具買っておこう。あれ、今買って意味あるんだっけか。まあいいか、何よりマシでしょ。盾とグローブ、とりあえずこれだけでも買っておく。最適で任せ。よし、
雑貨屋。おっち、邪魔。大きな町だね。宿。あれ？あ、しまった。ライブレーを保守されて中出ちゃった。うるせえ。あれ出ないようにできないかな。あ、すごいな。あ？いらっしゃい。どうしてのお客さん？あの、そこのブッシュベイビー。え？あ、逃げた。もう、また雑貨屋のペットね。まったくいつの間に入り込んでいたのかしら。ははは。で、この人か。私は素晴らしき味の世界の住人。この味をより多くの人に伝えたい。君も私の世界に触れてみないか。はい。というわけでロールキャベツ。料理は作れば作るほど上達する。星の印が料理熟練度の証だ。星が多いほど料理の効果も上がるので日々修行するのだ。というわけで料理そんなにやってないですね。全員の HP 回復ですが、材料が足りない。え、プッシュビームどこ行ってたっけ。雑貨屋？雑貨屋のペットしてない。いるのかな。こっか。あ？ん？今お客さん怒って出てかなかった？どこ行った。おい、中途半端見つけたら消えたっちゃうじゃないの。え？まあいいや、あとだ。じゃあ、すごい中途半端ですけれど、今回はまたここまでにして、次回はあれですね、おじさんに会いに行かなきゃですね。また次の、動画までに、もう少し修行できたらなと思います。まあ、時間が取れればね。よし。では、Tales of Phantasia 実況プレイパート2はここまでにさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まだ見てきれなー。